はい、時刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の輪ということでね、この輪というのはお話という意味と、それから大きな輪の輪とね、ね輪になって、ね、みんなで健康になれるといいねということをテーマにして、いろんなゲストさんに来ていただいています。はい、えー、今週もね、えー、WO イ、e、ースト株式会社 えー、ドクタース水素ボトルの北条さんおはようございます、はい、おはようございますよろしくお願いしますしお願いしますはいえーそして今週のゲストさんはなんとね以前もね出ていて去年も出ていただきましたがまた西村住夫さん広島県からお越しいただきましたおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたしますねえ髪もお気に入りになって ねえさらにちょっと水素で磨かれた感じがするでしょおかげさまで。にしもさんといえばね、はい、もうやっぱりびっくりするようなご病気そうですねあの過去に高速道路の大事故にあって、ね、あのフロントガラスに頭から突っ込みまして歩けない食べれないしゃべれないという状態で。 3ヶ月ほど過ごしたことがあります20代の頃ですね<ー>でやっぱりあの後遺症がひどくって本当にあの気圧の関係で梅雨の頃ですとか台風の時期にはものすごくしんどくてですね起き上がろうと思ってもなかなか起き上がれなくて<ー>あの首のしびれですとかなんとかこうだるいクラッとまた寝込んでしまうような感じだったんですけれどもね。はいまあ、でもあのやっぱり 血流なんですかね、北条さん、こも、ねまあのー、その後もむち打ちなんかして首が全然曲がらなかった時に北條さんに「すみちゃんなんで吸わないの?」って言われてハッと気が付いてですねあのー、水素を吸ってみたらなんと5分もしないうちに首が回るようになったりですとか <laughs> びっくり体験いっぱいありますよ。あ もともと改めてなんですけど、はいえー、西村さん、ね、すみまんはそのドクター水素ボトルとはいつであったちょうどあの私がエステの,、うん、あの経営をしてちょうどコロナで、はい、ものすごくあのお客様が直接、ね、あの対面型のお仕事なのであの買わせるのがやっぱり不安だったりとかして。 もう売上ゼロの月が続いたときに同業の方からあの健康を提案しているヨガの先生がいるんですけれどあの広島のミッツヨガクラブミッツ先生 <laughs> <laughs> ヨガクラブ代表のです、ね、石井光子先生から、はい、あのちょっとあのご紹介頂い,いてはいはい。 感じなんですね。そうなんです。えー、はいはい。西村さんあのー、ね、五職業が、はい、<laughs> そうなんですよね。まあもお聞きしたんですけど、国際セラピストとおっしゃる部分、じゃこの五月堂としてはやはりサロンを経営されている。はいそうです。はい。どんな特徴を お持ちなんですかやはりあの私があの頭をねあの強打してすごく自律神経の乱れですとかそういった部分で苦しんでおりましたのであのヘッドスーパー的なあのそういったところにあの重きを置いて技術を提供しているんですね。はい、なのであの体をこうほぐすアンマッシーさん的な感じではなくてリラクゼーション的な。はい 感じです。は脳洗浄っていうのもできるんですよ。そうです。脳洗うわけじゃないですよ。どうしてもね、そこどう手が届かないけどもなんですけど、あのいわゆる結構血流ですか。そうですね。やっぱりスパということ。はい。はい。この国際セラピストさんというのはやっ国際なんですね。はい。 あのニューヨークの方でもあのすごく大々的に新聞にも載せられた技術であの世界の方から愛されている農洗浄というあの素晴らしいあのすっごいすっきりする技術なんですけどもう少しすみません私不勉強で、はい、どのような技術というかどど具体的にはどのようにすることなんですかじゃあ例えば私がその西野さんの広島のこうサロンに行きました。はいはい どどのようにしていただける感じなんですか。あの脳洗浄。そうですね。あの頭をまず切って開いて、脳みそを取り出してっていう。お味見いただき。あそれをじゃあ一瞬でやってしまって、こ痛みも痒みも感じないそんなことはない。ないですね。 よくお猿さんがね、みョロキョロしてるところを食べるみたいな。はい、皆さん、じゃ、とりあえず行ってきましょうか、せーの。うー、さあ。こればっかりはね、ちょっと本当に嘘ですけどね。はい、はい、はい、びっくりした。そんな、まあ、脳みそを、あの、取り出して。真水で洗ったかのような、すっきり感、爽快感を実感できるような、そんな施術です。ふう、こう、なんかこう、昔、あの、昭和の頃。パーマ屋さんで。 今でもあるのかなわかんないですけどこうね女性の方がパーマするときにこうウィーンと動かして <laughs> こうあるようなはいえあそれでもないです、ね、どこだびっくりした、はい、どちらかって言ったら円椎のあたりをこうね<ー>うまくこうマッサージしてくださるんですよはいこまあ、ことことの下と言いますか、ねすまあ、一度ぜひはあ<ー>。はい ぜひぜひ、はい工場社長もね、行けてくださったことありますね。ありがとうございます。すごいスッキリしますよ。へえなるほど、なるほど。小顔もですか。はい。小顔、大顔してても。そうですね。あの限界ありますけどね。なるほど。 態度もでかいし顔もでかいからね。土井さんのお顔があの米粒ぐらいちっちゃくなっちゃう。そんなことはないでしょ。ザキン。ね、<laughs> <laughs> そんなことなか。土井の土井のってこ <laughs> んなねよくありますけどね。こう,こう,う例えますけどあのなん誰で、ね、ザキヤマがあのドッチボールならね安室奈美恵ちゃんは本当ピンポン玉なくらいにはありますけども、ね、<laughs> 私たちはねこんなふうにはねあのならないと思いますけどやっぱりこれは。うん け結構、なんてかももむんですか、まあ、リンパもありますしね。だからクっと上がりますよ。はい。あの、丁寧に足先の方から緩めてリラックスしていただいて、それから、あの、頸椎、えっ、ー、と、まああの、頭、頭部ですね。そしてデコルテ、うん、で、あの、肩甲骨の方まで丁寧に丁寧に、あの、ほぐしていきます。すごく気持ちが良くって、まあ、5分もすれば、あの、皆さん、あの、いびきをかいて、<laughs> <laughs> おりますけれども、はいえ。これも男性にも女性にも<あ>どっちかというと、やっぱりでも基本はね、小顔っていうくら女性向きそうですね、<報>でも最近ね、男性もいいですよ半分くらい、うん、<あ>いらっしゃいますほんのに、はいえねこ、小顔ってなんか別に女性だけのものじゃなくて、こんなに大きくなっちゃってっていう ね、おっさんでも、興味はありますよね、なんかね。そうですね <laughs> で、小顔というよりも、あの肩こり首こり。眼性疲労ですとか、あの偏頭痛持ちの方ですとか、うん、あのちょっとリフレッシュしたい。そういうの方が多いですね。<ー>はい。そうですね。あ、さんのね。はい、あの、そういったそのサロンのご経験の中で。うん、水素ボトルっていうのは何かこう。 ああるるんんででですすすかか重なってくるんですかそうですねあのやっぱりコロナ禍であの売り上げが落ちた時のサイドメニューというかプラスアルファのオプションオプションメニュー的な、うん、そんな感じであの水素ボトルを導入したところあのすごく好評でですねあのお客様も短時間でものすごくあのリラックスできたですとかまあの その水素ガスを吸っていただいた後にお顔のフェイシャルケアをするときに出来上がった水素水を使って洗顔するんですね。<ー>もうあのピッカピカカになるわけですよ<ー>まあびっくりするぐらいですね本当にあのビフォーアフターが歴然と違いますのでまあそこで購入を決められる方もいらっしゃいますよね。えー、なるほどね、うん、美容サロン とかこういったね、えー、西野さんご家のようなサロンでってやっぱおじさん多いですか前も喋ったかもしれませんけどその肌のくすみが取れてきた血流が良くなったことで余計な老廃物が流れてくすみが取れてきたっていうことをおっしゃる方もすごく多いし施術をされる方ってやっぱり指の入りが悪いその体が疲れていたり凝っていたりするとうんそれは指の入りが良くなった という方がよく多いですね。サロン経営者の方とお話していると。なるほどですね。良、うん、い。ね。ええ、で,ねで、ちょっと私があのー、今日来た理由というのはですね。ちょっと。北条社長から、すごく耳寄りな情報を聞きましてですね。ぜひともちょっと、ご紹介いただけたらなと思って。<laughs> <laughs> C. M. の後で、ゆっくり、ご紹介、お願いしましょう。<ー>はい。頑張るあなたを応援する、ドクター水素ボトル。 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。w o o East 株式会社電話番号ゼロ三三五二七二二一一。はい、嘘のような本当のは。 ということでね皆さんね日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか、ね、私パーソナリティー土井秀人と、ね、ドクター水素ボトルの北条正彦さんをお迎えしておりますが、ね、今日はゲストとして、ね、広島県から西村住夫さん、ね、セラピストでいらっしゃいますがお越しいただいてます、ね、今回、ね、お越しいただいたただ 理由ですね先ほども声をむせそうな状態で、はい、告知をという部分もあるんですがなんかわくわくのねお話でした、ね、ぜひご紹介ください実はあのー、北条社長から去年の末にですね新商品のお話を小耳に挟んだんですけれどもなんとドクター水素ボトルからですね業務用が発売されたそうなんですね。 その業務用の体験をすごい体験をお持ちということでちょっと直接お伺いしたいなと思って北条社長私ねあの、えー、と実は2年前にあの名鉄百貨店さんってう老舗の大手の百貨店さんがあるんですけどそこの VIP 向けの特別祭事会っていうのに招待していただいて。 健康系のものはうちが唯一選んでいただいてあの、まあ、い,いわゆる外相さんと呼ばれる、ねはい、奥様っつって、ねね、奥様っ,ってやる、ねうんうん、あの方々が連れてこられるホテルの催事に出させてもらったんですが、まあ、ありがたいことにあの丸2日出たんですけど全く休憩取る時間すらご飯食べる時間すらないぐらい忙しくて。 で椅子に座って対応できればよかったんですけど、膝立ちでずっと対応してたら、左足が捻挫してしまったんです。えー、あの足首じゃなくて、膝が。かわいそう。膝の捻挫っていう人生初めての出来事が起こって、でそれ以来は体重があるもんだから、どうしてもね、完全に治らないんですよ。ある程度は戻ってるんですけど、これで、 その痛みがあるなーって思いながらうちの業務用をちょっと試してみようかなって去年の年末につけて30分ぼーっとしてたんですよで,で30分で止まったんですでドクター水素ボトルもものすごいパワーがあるのにその60倍の水素が濃度は一緒ですけどあの水素の量が60倍だから超高濃度の水素ガスが大量に体の中に入り込んでくるわけですよ だから活性酸素もあっという間に取っちゃうしう血流も当然良くなるしっていう状態が続いた30分間が終わって立ったら全く痛みがなくなってるんですよ。えー、な,なんだこれってこれここまですごいかと思 <laughs> かすごいうはあっていう感じですよ。<laughs> はい、これでねやっぱりサロン系される方とかねあのスポーツの団体の方とか。 ご夫婦で吸いたいとか、はい、それからこれあの2口で2つに分けて出力もできるので、えー、ゴーグルを水素ゴーグルをかけながらあの水素を吸いたいとか、まあ、いろんなことができるわけですねで8時間連続で寝ながらも吸えるし、まあ、この30分でこんなにすごいのに8時間吸う必要があるんだろうかと思いますけど、まあ、いろいろね長い時間吸いたいっていう事情の方なんかはもうめちゃくちゃいいので。 これをいろんな場所でこれからご紹介していこうと思ってるんですがまあ本当に昨日ちょっと話しただけで問い合わせ殺到してるんですね。なのでまあこの広島の場でも、はい、あのがっつりとご紹介をする場を設けさせていただこうかなとありがたいですはい。え実はあの今年の2月1日木曜日2日の金曜日2日続けてですね 広島市の南区の産業会館で第22回ビジネスフェア中四国2024というところにですね、展示会場を、あの、ブースをいただきまして、こちらの新商品の体験ができる場所がありますので、ぜひ皆さんお越しくださいませ。 『日の丸』のラジオなのに、はい、もう全国で聞いていただいちゃってるもんですからねおかげさ様でだからあの本当にね全国の方々からうちの会社にもねお電話いただくんですけどね「あのラジオに出てる方ですよねラジオに出てる方ですよね」って言われたりする<ー>まあ、ね、だから広島の方にもたくさん聞いていただいているのでね是非。<ー> そんな方々に宣伝にねあのしていただければと思ってありがとうございます。まあ1月のね14日ですからまだまだねあのスケジュールを皆さんラジオ記念の皆さん組んでいただいてねこうアーカイブ残るわけですからもうそれをどんどんね宣伝しいただいてありがとうございます。まあドクター水素ボトルの60倍ですもんねすごいすごいもうすごいとしか言いようがない販売ええと ここでも何もかもちろん注文注文お受けしてちなみにいくらでえっと消費税込みの99万円うお力ありますねでも何百万の水素の機械のあもう話になりませんからあの本当に腰痛長年お悩みの方がねあの結構いらっしゃったりとかしますね肩こりですとかもそんな方はぜひあのそういった治療院に行かずにこちらの方へ 足を運んでいただくと、ものすごくあの爽快にスキップで書いていただけるんじゃないかなというふうに思います。すね、治療院の先生からも問い合わせすごいんですよ。はい。だから先生方があの施術が楽になるんです。だから、あの、全然喧嘩にならない。最初ね、うん、どうかなと思ってたんですけど、その整体の先生方がむちゃくちゃ打ってくださるんですよ。えー、だからね、やっぱりいいよって言って、いつも据える方がいいよって言って。 掛け合わせですもんね整体は整体でもちろんよろし,くでよろしいほぐしエステサロンでもそうですけども、はい、そこに、まあ、業務用があるからって言ってだその、ね、金額がなかなか手が出ないっていう方は、ね、まあまあこちらで、ね、ごめんなさいねあのラジオ機能るのがこの目の前にあるんですけどもなんかあの充電のねえっとまあなんな強,強度充電も。のねえっと業務用は充電しなくていいんですよ。 うん、ダイレクトに<ー>だからもうすぐザーンって出るんで<う>バッテリーは使ってないので新しいバージョン新しいバージョンは私、えー、バージョンのドクター水素ボトルプラスっていうんですけど、はいえー、バッテリーの容量が2倍に増えましたということは、えー、何回か今だと30分を2回ですね 2> 2それが4回から5回つけるということにはなります でまたあの最近購入されたまあ半年以内ぐらいなのかなイメージでいうとの方については次のえメンテナンスのタイミングで言ってくださればメンテナンス料金だけでバージョンアップができてしまうという2万9700円でバージョンアップができるというまあちょっと最近買ったばっかりなのになんだよこれって言われないように。 救済措置を取りましたんで、ありがたい。<laughs> はい。ですからね、そういう方にも最近肩ばっかりの人も、あのバッテリーの持ちが違うだけですから、あの別にそれは悪いものではないので、旧型が、あのさらにパワーアップすると、ういうことにはなりますけれどもね。なるほどですね。はい、まあ、よりねえ、住見尾さん、石村住見さん、はい、ね、より本当に。 まあ健康社会に向けてありますよね。じゃ、ね、ちょっと一旦二度目のね CM が入りましょう。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。<noise> w O O East 株式会社電話番号ゼロ三三五二七二二一一 はいそのような本当の輪ということでね今週も楽しくお届けしておりますけれども、まあ、今週のそうですね目玉として、ねえー、広島から西村み夫さんのお越しいただいてるんですけどそういったね事故の後遺症も終ありで人様の、ね、健康に気遣ってっていうのはあると思うんですが、はいはい、ご自身の体験として。 うん、うん、具体的にその日常変わったこととか、はい、ドクター水素ボトル使用前と使用後にみたいなところありますやっぱりあの入眠がすごくよくなりましたねあの睡眠の質が、うん、あの寝つきがすごい悪くってなかなか眠れなかったんですけれど、うん、吸い出しても三十分ぐらいしたらふわーっとろーという感じでそのまま朝のあの五時六時までぐっすり熟睡できるという。うん すごくねえその何て言うんでしょう,こうさっきちょっとね沖縄では 2V なんて言いますけど眠、はい、くなってきちゃうとかうん、うん、そういったその構造というか理由はあの自律神経なんですよね。うん、血流が良くなると自律神経があ、まあ、正常に働いてくるっていうか自律っていうぐらいですから、ねうん、勝手に動いてんですよ、うん、本来は。うん、だからあの例えば、うん なんていうかな仕事を頑張んなきゃいけないとかっていう時は交感神経が強く出るで体を休めなきゃいけないシーンだと副交感神経が出なきゃいけないんですよところが現代人はあまりにもものすごいこう時間的な制約があったり人間関係があったりいろんなことをこう意識しながら現代人ってうわーっと動いてるからものすごい興奮状態になっちゃってるので副交感神経が出たくても出れない状態になってるんですよ そのまま布団に入っても目はつぶるけど実は深く寝れてないてなんか妙な興奮状態っていうかそうそう,でう、ね、ずっと続いてるわけですねでスマホなんか寝るまで眺めてたらそれこそ脳は休まらないわけですよ<ー>ところが水素を吸わせると血流がうわーっとよくなるからその副交感が出なければならない疲れている時はあんた体休めなきゃダメじゃないかっていうことでふわーっと交換副交感が出てくるんですねだから眠くなる でも車の運転をしなきゃいけないような時はピッて逆に目がさえる、えー、だただ疲れてるとただ眠くなるじゃないですか運転する時は,はい、はい、でもそういう時に水素ボトルを吸いながら車の運転をすると目がさえるんですよ面白い面白いです僕は広島にねかつて、あのー、東京から9 0 0キロの道のりを夜中の1時に出発してさあ何時で何時間で到達できるだろうって実験したことあるんですよ水素吸いながら。 6時でも、時速100キロで走って、時間かかるわけですよ、うん、最低もあーゴーグルしながら運転しても大丈夫なんですかです。<laughs> ね、ゴーグルもね、すごくいいから。ゴーグルといえば、ね、あんまりちょっとそういえば言ってなかったですね、こ,こ最近発売されたんでですすよね,ねそうですゴーグルもすごい、うんあの、目の粘膜から水素入るのもすごく重要なので、うん、ゴーグルでもほぼ同じことが起こります、血流が行います。 だからゴーグルででもいいですただまあ視野が狭くなったりするのはちょっとわからないからちょっとそれを試してみて見づらかったらやっぱりニューラの方がいいいと思いますけどね私のエステのお客様の,あの安東の方の洋服の直し屋さんの店舗内であのちょっとした水素バーをあの試験的にやっていこうかと思ってますので、うん、そちらの方でもあの水素ボトルドクター水素ボトルそしてあの ゴーグルの体験もできるように設置してまいりますどうぞ皆様ご利用くださいそして2月1日2日の展示会場の方に産業会館の方にぜひ足を運んでみてくださいこれ会場はうどこですか広島の南区にあります産業会館というところで、はい、ということですね、はい はいぜひぜひね、皆さん、まずは健康からということでね、はい、えー、今週もお楽しみいただけましたでしょうか、う、えー、嘘のような本当の輪ということでね、えー、今週も w o イスト、北条政宗さん、ありがとうございました。ありがとうございいましたはいはいえー、広島からねぜひ、えー、ご活躍を期待しています、西村住夫さん、ありがとうございました。ありがとうございましたはいまた健康のお話、来週お届けしますありがとうございます。